大家好、我叫スミカ。ということで、本日も始まりました、スミカの脳内。はい、ということで、本日の企画はですね、2月後半発売、ナイキスニーカーズ号。はい、ということで、本日の企画はですね、2月後半発売されるね、ナイキのスニーカーを雑談とプレミア予想を交えながら紹介していくスニーカーの脳内大人気企画でございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、2月といえばね、バレンタインということでね、全然チョコがもらえなかったんですけど、ね、皆さんどうなってるんですか？今日バレンタイン当日でございます。はい、明日がジョーダン1ハイのパンダが、ね、発売ですので、まあね、明日の9時が楽しみでございます。ということでね、まあこんなごちゃごちゃ言っとってもしゃあないので、オープニングの方へ。今日ちょっとオープニングぐたぐたやな。オープニング、レッツゴー！昔はチョコレートもらえたのに最近は全然もらえない。レッツゴー！はい、ということでオープニングの方から戻ってまいりました。はい、2月17日はこちら、ジョーダン1レトロハイ OG のリバースレイニーということでね、これはレイニーからリバースのレイニーなんかと思った方はね、たくさんいると思うんですけど、ジョーダン1レイニーめちゃくちゃ懐かしいですね。調べたらですね、なんと2013年発売らしいです。いやー、年取ったね。これ年取りますよ。2013年に発売したんですよ。もうちょっとこっちかなと思ってたんですけど、全然前、もう10年以上前ということで、まあ10年前なんですけど、はい。この色は僕ちょっと最近発売されたダンクロー UCLA に似てるんで、ね、それも UCLA かなと思ったら、リバースレイニーということでね、微妙な違いですよね。もうほとんど一緒やと思うんですけど、まあリバースレイニーでございますね。なんとこれ残念ながら、ウィメンズで出るってことでね、メンズで出すよ、ウィメンズで出す意味はちょっとわかんないですよね。でも、ウィメンズで出てるんで、まあメンズはね、結構厳しい戦いになるかもしれません。それかまあやっぱ人気なくて意外と買えるみたいな感じかもしれません。はい。こちらのプレイの良さなんですけど、まあ大体プラス1000円から2000円まで、まあこれぐらいで落ち着くと思います。まあ別にそんな人気カラーでもないので、はい。ダンクロームこのカラー厳しかったね。はい。ということで、次！同日2月17日からこちら、クロットナイキのね、コルテッド SP ブラックホワイト。これはかっこいい。欲しいと思った一足。僕ね、こういう癖強系スニーカーがね、好きなんです。欲しいです。ソール見た感じすごく薄そうで、ちょっと長時間歩くのには足が疲れるんじゃないかなと僕はね、見てます。はい、そう見てます。なんですけど、まあね、これ書いてね、カンフーでもしようかなと思ってます。ということで、こちらのプレイの予想プレイではつかないと予想します。ということで、次！続きまして、2月18日からはこちら、ジョーダン13レトロのプレイオフ来ました。1988年からの復刻。これね、昔からのファンはね、よだれブー垂らしてね、もう行っちゃってるんちゃいますか。これ1988年、実際にマイケル・ジョーダンが履いてるのがこちら。はい、もうだいぶ似てるというかほぼ一緒で、結構忠実にディティールを再現したみたいです、今回の復刻は。はい、でこれ革の質も見た感じすごくいいです。ですので、まあ値段も高いんですけど、まあ、これはね、欲しい方買う価値ありだと思ってます。まあ、ジョーダン13人気ないんで多分余ると思いますけどね。はい、こちらのプレミア予想ですけど、プレミアはつかないと予想しております。ということで、次！続きまして、同日2月18日からはこちら、ターミネーターハイ PRM パンダ。はい、こちらはね、もう絶対に人気出る一足。なんかね、噂によると2本限定カラーみたいな、ね、ことを聞いたんですけど、まあ真偽はわからないんで、ちょっと言い切るのもやめてください。そんな可能性もある一足なんですけど、まあね、なんか無難な感じでいいですね。こちらちょっと前に限定アクセスが来て、もう転売ね、されてます。でもプレネ全然ついてないので、まあ今の段階でこのレベルでしたら、まあ発売した後も大丈夫でしょう。多分アトモスもかなりテンポあるので。でもやっぱり需要もあると考えてプレネ予想なんですけど、今までつかなかったターミネーターがプラス3000円ぐらいだと思います。まあそれ以上はいかないかなと予想しております。ということで、次！続きまして、2月24日からはこちら、ウィメンズジョーダン4レトロオイルグリーン。これはすんごい美色、めちゃくちゃいいですね。これメンズで出たらいいなと思ったんですけど、ウィメンズでございます。はい、まあこれはね、大争奪戦です。結構ね、ウィメンズっぽいカラーなんですけど、メンズが入ってもおかしくないですし、ウィメンズにも合うような一足。これは白ベースのジョーダン4はやばいですからね、マジで。これはね、大接戦になると思うんで、皆さん頑張っていきましょう。ということでね。はい。まあ、プレネ予想なんですけど、まあ、サイズによりけです、ですけど、だいたいプラス6、7000円ぐらいかな。まあ、ぐらいで、収まる。いやー、1万いくら？ 3 万台。いや、3万台も乗る可能性全然ありますね。3、4万。いや、4万はね、3万台乗る可能性あるから、3万円台。ってことは、プラス1万。いや、プラス1万はいかんでしょう。行くか。3万5000とかやったら行くか。まあ、プラス、まあ、8000円で予想しておきます。ということで、次！
同日2月24日からはこちら、エアジョーダン1ローゴルフダークマリーナグルー。はい、こちら AJ1 のゴルフはね、大人気で、ね、皆さん欲しい欲しいって買うんですけど、残念ながら在庫数が極端に少ないですね、他のスニーカーに比べて。はい、しかもね、これダークマリーナブルーって言ってるんですけど、全然ダークマリーナブルーじゃない色なんですけど、これはなんでダークマリーナブルーなの、僕が間違ってるのかな。はい、まあね、こちらもねだいぶ人気があると思うんで、これもね欲しい方は接戦になると思います。大体プレイの予想なんですけど、まあ5000円までと予想しておきます。ということで次、続きまして2月25日からはこちら、ジョーダン1レッドのハイ OG ホワイトセメント。いやーね、これハイ OG でセメントが出るのはめちゃくちゃ久しぶりなんですよ。調べるとこれなんとセメント柄を用いたジョーダン1が出たのはなんと2016年が最後ということで、だいぶ久々の復刻ですので、セメントファンはめちゃくちゃ欲しいんちゃいます。セメントファンっておるの？いや、いないと思いますけど。まあ、多分ね、欲しいと思います。で、今回はですね、箱までスペシャル仕様ということで、まあちょっと特別感があるので、まあ1足2足ぐらいはね、保存してても、保存マニアの方は保存しててもいいんじゃないですか。はい、海外の発売は延期になったみたいですので、まあ今回というかまたこれもね延期されると思うんで、ちょっと2月25日は分からないんですけど、まあ一応ねプレの予想なんですけど、だいたい定価プラス2000円ぐらいかな。これでバックプレではつかないと思います。はい、セメントマニアいないんで。はい、ということで次、続きまして最後の1足、2月28日からはこちら、エアマックスワン PRM ティンクタンクということでね、シンクタンクかな。はい、これはね、ナイキデザインバイジャパンはナイキ史上初となる理想のスニーカーを日本のスニーカーズメンバーの声をもとに共同開発した新プロジェクトということで、これが皆さんの理想のスニーカーです。これが理想ですよと、ナイキジャパンを叩きつけてきましたが、本当にこれが理想なんでしょうか。まあ理想ということはね、完売することは間違いなしということなんですけども、どうなんでしょう。はい、まあこちらは僕のプレネ予想なんですけど、プレネはつかないと予想しております。ということで、ばばーっと2月後半発売のスニーカーを紹介していた、言ったんですけど、皆さん何か欲しいものありましたか？いや、僕的にはね、やっぱクロットコラボのね、カンフーが欲しいですね。あれを普通に定価で買いたいですね。はい。まぁ、ちょっと日本定価まだわからないんですけど、発売もちょっと延期されるかもしれないんでわからないんですけど、まあクロットが欲しいですかね。まあそれ以外は、ジョーダン4。ジョーダン4も欲しいですけど、ちょっと厳しいな。あんなにプレで出すんもなーって感じで、定価で買えたら履きます。はい。いやー、2月も厳しいですね。でも2月はね、比較的プレーにつくスニーカーが多かったので、まだまだ後半もね、僕がこう紹介してないやつもいっぱいあるんで、どんどんスニーカーちゃんと、注目していってください。ということで、本日の動画が良いと思った方、良いと思った方、悪いと思った方、そしてもっとスニーカーの問題を見たいと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いやー、今日も頑張りました。今日は実は、シュプリームと日本撮りだった編集に追われます。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいから言えない。巡るはもういいわ君次第。Let's get it started.